観音寺市でおよそ半世紀続く小学生を対象とした洋上学習が今年も始まりました。離島を訪れ文化を学ぶ、次の世代に伝えていくために訪れたのは、いりこ漁に湧く伊吹島です。瀬戸内の海を進む船に小学生の姿が。観音寺市で47年間続けられている洋上学習です。向かうのは観音寺市で唯一人が住む離島、伊吹島です。訪れるのは初めてという児童も、どういう島かは知っています。伊吹島といえば、いりこがどんな風に加工されていくのかが気になる。夏を前に日打ち灘に集まるカタクチイワシ。いりこの原料を取る伊吹島の伝統漁が解禁を迎え、島は活気づいていました。島の岸壁に戻ってきた船を児童たちが覗き込みます。イワシ、船の倉庫の中にこれを突っ込んで吸い上げます。吸い上げたらこれがね、加工場にずっと行くんですよ。素早く加工するために島の人々が生み出した技術を児童たちは学びます。上質ないりこを作るための工夫を、茹で上がったばかりのいりこを食べて実感します。おいしい。いりこをたくさん作っててすごいなって思った。いぶきが他の島と一番違う点は、いぶきは海岸に砂浜がないんです。だから昔からいぶきは漁業の島いうことで生計を立ててたんですよね。ボランティアガイドの篠原さんが伝えるのは、島の中で続けられてきた人の営みです。今から50年ぐらい前までは、本当に雨水だけで生活してたんです。雨水を貯めて、それで飲み水からお風呂から洗濯から使ってました。いりこ漁で栄えた伊吹島も、今では人口は最盛期の10分の1に。高齢化も進み、島に小学生は5人しかいません。だからこそ、島の外から来た子どもたちに歴史と文化を伝える洋上学習が必要だといいます。こういう洋上学習でもなければ、来ることのない小学生に見てもらって理解してもらって、それがまあ第一歩だと思うので、もうちょっと息吹を賑やかにしたいとか、未来があるようになったらいいなと。今日は学んだことを、まあいろいろな人、まあ例えばお母さんとかいろいろな人に教えたいです。今年はおよそ500人の児童が伊吹島を訪れる洋上学習。島の歴史と文化が子どもたちにより伝えられていきます。いりこ漁が始まると、漁や加工の手伝いで島の人口が一気に増える伊吹島なんですが、1960年には658人いた小学生も、 VTR にもあったように、今はわずか5人にまで減っているということなんです。まあ、VTR にもあったようにね、伊吹といえばやっぱりいりこで有名ですけど、伊吹いりこっていうのは地域団体商標にも指定されていてですね、要はブランドのいりこなんですね。讃岐うどんの出汁には欠かせないものですし、本当に漁場が島に近いので、もう30分以内に加工まですっと行っちゃうというので、新鮮なままこうすぐに加工できるというのが強みでもあるわけですね。だからこういうなんかこう地域の産業とか伝統とかをこう受け継いでいくためには、こういう本当に校外学習というのは非常に大事ですし、島の人たちもね、子どもたちを通じていろいろ発信していきたいなと思ってるでしょうね。こういった歴史であったり、こういう文化を受け継いでいくためにも大切ですよね。そうですね。